はい、格闘オタクニュース、ゾウの雑白です。朝倉未来を王者にしたいライジンが斉藤豊チャンピオンにしてかした卑劣な悪行10選についてです。ライジンランドマークが終わり、ライジンの朝倉未来優遇が目に余る事態になってきました。それに引き換え、ライジンフェザー級チャンピオンである斉藤豊選手に対するライジン、そして榊原代表の扱いの雑さがひどくなりつつあります。ライジン側の卑劣な行為を10個集めましたので紹介していきます。まず斉藤豊選手は2020年8月10日にライジンデビューしました。朝倉の未来がライジンデビュー戦が3勝7敗のロートル選手であったにもかかわらず、シュートチャンピオンであった斉藤豊選手にはそんな甘い相手は用意せず、当時日本人最強と言われていた11連勝中の真島和正選手が用意されました。そしてどうにか勝利したところ、朝倉の未来は日本のトップレベルがこれですか、俺がやってやりましょうかと意気がり喧嘩を売りました。そしてもちろん負けました。しかもライジン側がマナー違反なのが、シュートチャンピオンに対して9月と1ヶ月しかスパンが開かない試合でのオファーでした。そしてもちろん斉藤選手は断りました。ようやく11月に朝倉未来 VS 斉藤チャンピオンの試合が決まりました。斉藤豊選手の2戦目の相手はそれまで8連勝中の朝倉の未来選手でした。守られている朝倉の未来と違い、連勝中の相手ばかりが選ばれます。3つ目の卑劣な行為は朝倉未来戦におけるレフェリングです。斉藤豊選手はオールラウンダーなので、当然組や寝技で朝倉の未来を倒す戦略です。しかしコーナーに詰めた際やテイクダウンした後、普通ではありえないぐらい早いブレイクがかかりました。解説に来ていたレスリングメダリスト太田忍選手は、こんなに早くブレイクされるんですかと驚いていました。それぐらい不可解なレフェリングでした。またどうにか判定で朝倉未来選手から勝利を収め、チャンピオンになった後、今度はチャンピオンになったにもかかわらず激強の相手が用意されました。それが11連勝中のケラモフ選手でした。通常チャンピオンになった次の試合は緩い相手が用意されることが多いのです。朝倉海選手の場合は次の試合でどこでも勝利が当てがわれました。しかしライジン側は斉藤チャンピオンに厳しく11連勝中の相手を用意したのです。これが4番目です。5番目の悪行はこのケラモフ戦での扱いです。東京ドームで全10試合で行われたのですが、普通に考えればメインイベントやコメインイベントに選ばれるはずなのですが、なんと10試合中3試合目と完全に前座扱いでした。ライジンの悪行5つ目は前座扱いです。しかも前座扱いに加え、強豪ケラモフにどうにかこうにか判定で勝つことができた結果、榊原代表が言ったのは KO でスカ勝ちしないといけないというような苦言でした。ちなみにライジンランドマークで朝倉の未来は格下でフィジカルと寝技が弱い萩原恭平選手に対し、3ラウンド打撃にも付き合わず、寝技で1本も決めれず、塩試合をしたにもかかわらず、榊原代表は緊張感のある試合だったと称えていました。朝倉の未来と斉藤豊チャンピオンに対する態度の差に耳がキーンとしてしまう案件です。次に7個目の悪行です。10月24日にメインイベントとして斉藤豊チャンピオンが試合をするのですが、普通ではありえないことが起きました。試合まで1ヶ月を切っているにもかかわらず、対戦相手が決まっていないのです。前代未聞のライジンの不手際ではないでしょうか。これも朝倉未来優遇施策で、10月2日のライジンランドマークの結果次第で対戦相手が変わるからです。斉藤チャンピオンではなく、全てが朝倉の未来中心のライジンとなってしまっています。次ですが、また雑な扱いが、試合まで3週間を切り、練習の追い込みの時期にもかかわらず、ライジンランドマークの解説をさせられました。一方で朝倉の未来は9月に行われたライジン31において、試合会場にも来ていたにもかかわらず、対戦相手の萩原の恭平が大阪から駆けつけたにもかかわらず、リング挨拶さえ拒否しました。たかだか数分リング挨拶することさえ拒否した朝倉の兄貴に比べ、
斉藤豊選手は解説までさせられたのです。それも解説がしてほしかったわけではなく、試合後朝倉の未来が対戦要求できるような舞台をただ整えただけでした。これが雑な扱い8つ目です。そして9つ目ですが、榊原代表が大臣ランドマーク後のインタビューで、斉藤豊と朝倉の未来はやってもいいのではないかとわけのわからないことを言っていました。朝倉の兄貴はここ5戦68キロミクルデブ級で調整試合で3勝、正規のフェザー級66キロで2連敗とフェザー級で負け越しており、どうやってもタイトルに挑戦する資格などありません。しかし榊原代表はやってもいいんではないかと話していました。最後に、斉藤豊チャンピオンは試合まで3週間を切った時点でも対戦相手が発表されず、10月4日対戦相手が発表される記者会見が予定されていたのですが、なんとその前日に記者会見をする前に、ライジン公式サイトの方で対戦相手が載ってしまっていました。記者会見の意味もない上に、斉藤豊選手に対する全くの敬意が感じられません。このように朝倉の兄貴を王者にしたいがばかりに、斉藤豊選手に失礼な態度ばっかりとっているライジンです。朝倉の兄貴は斉藤チャンピオンに対し、花がない王者失格だと言っていましたが、朝倉の未来は確かに花のでかい穴子さんには似ていますが、66キロの正規フェザー級で2連敗しているのにもかかわらず、斉藤チャンピオンに体制要求するのは格闘家失格と言われてもしょうがないのではないでしょうか。以上となります。よろしければ萩原恭平応援アパレルの方をお買い求めください。それではさよなら、さよなら、さよなら。